最近はすっかり寒くなってきたわね。かりんさん。あ、ルビーちゃん。お待たせしちゃったかな。ううん、私も今来たところよ。よかった。今日は突然会いたいなんて言ってごめんなさい。何言ってるの？ルビーちゃんからお誘いされるなんて嬉しいわ。それでどうしたの？お姉さんに何でも相談してみて。あのね、スキンケアを教えてほしいんだ。もちろんいいわよ。寒いとお肌も荒れがちになっちゃうものね。そうなの。毎日寒いでしょ。そのせいなのか急にお肌が荒れちゃって。なるほど、わかったわ。でも急にっていうのは少し気になるわね。唇もちょっと荒れているみたいだし、もしかしたら原因は寒さだけじゃないかもしれないわ。最近生活習慣で何か変わったことはないかしら。変わったこと？何でもいいわ。例えば最近ハマってる食べ物があるとか、いつもより眠る時間が遅くなったとか。眠る時間。実はね、最近次の衣装作りで忙しくて、夜遅くまで衣装のことを考えているせいか夜更かしが多くなってるんだ。なるほど。他には何かないかしら。デザインのいいアイデアが思い浮かばなくって、眠る前にいろいろ考えちゃうせいか、あんまりぐっすり眠れてないかも。そう、それは困ったわね。お肌のケアも大事だけど。そうだ、ルビーちゃん、来週末って空いてる？え、うん、その日は練習もないけど。なら、その日を私にくれないかしら。ルビーちゃんの悩みを解決できる、いい考えがあるの。ねえ、見て！窓からの景色、すっごく綺麗だよ。ほんとだ！いい眺め！パンフレットに書いてあった露天風呂も大きくて綺麗だったし、入るの楽しみだね。露天風呂以外にもいろいろお風呂があるみたいだから、全部入ってみたいよね。うん！温泉たくさん入りたーい！こんな素敵なところに宿泊できるなんて嬉しいな。でも学生だけで泊まっても大丈夫なのかな。そこは心配いらないわ。読者モデルで知り合った子の実家がこの旅館なの。その子から宿泊券をもらっているから大丈夫よ。なるほど、そうだったんですね。かりんさん、今日は旅行に誘ってくれてありがとう。どういたしまして。こちらこそ、私の考えたスクールアイドルビューティー旅行にみんなが来てくれて嬉しいわ。それはこっちのセリフだよ。かりんさん企画のビューティー旅行なんてすっごく楽しみ。綺麗になるための企画をいろいろ考えているから、期待しててちょうだい。かりんちゃんが考えたって聞くと、なんかすごそう。何をするのか気になっちゃうね、ほのかちゃん。って、あれ？いないね。どこ行ったんだろう。じゃあ、見て！さっき浴衣見つけたから来ちゃった！あ、かわいい！いいね、いいね！
旅館といえばやっぱり浴衣だよ。似合ってるわよ、ほのかちゃん。えへへ、ありがとう。ねえねえ、せっかくだしみんなで浴衣に着替えようよ。いいね、テンション上がりそう。じゃあみんなで着替えましょうか。浴衣を着るとさらに旅行に来たって感じがするね。うん、っていうか旅館で着る浴衣ってもう制服の一種と言っても過言じゃないよ。要は本当に制服が好きだね。この浴衣、肌触りがすごく良くて気持ちいい。それじゃあ浴衣にも着替えたことだし、早速ビューティー旅行企画の一つ目をやっていくわよ。ビューティー旅行企画一つ目は温泉街巡りよ。温泉に入る前にいろいろ見て回りましょう。おお、温泉街ってなんか雰囲気あるね。うん、非日常って感じ。何があるんだろうってワクワクするよ。私、温泉街を浴衣で歩いてみたかったんだ。わかる。ちょちょっていうの、わびさびみたいな、なんかいいよね。でも温泉街を散策するのと綺麗になることって何か関係あるのかな。もちろん。あ、早速おまんじゅう屋さん発見。このお店知ってる。有名な温泉まんじゅうのお店だよ。へー、ほのかちゃん詳しいんだね。たまたまだよ。うち家が和菓子屋だから、こういうお店の話はお母さんとかお父さんがたまに話してたりするんだ。おまんじゅうはまだ食べたことないからどんな味かは知らないんだけどね。じゃあこの機会に味を確かめようよ。すみません、おまんじゅうください。この温泉まんじゅう美味しい、最高だよ。うん、温泉街で食べる温泉まんじゅう最高。出来たてでほかほかのおまんじゅうたまらないね。生地もふかふかで美味しいし、うん、いくらでも食べられちゃいそうだよ。はあ、しっとりしてて本当美味しいわ。あら、ルビーちゃん食べないの？最近お肌が荒れてるから、その甘いもの食べたらニキビとかできちゃうんじゃないかなって。このくらいなら大丈夫よ。それに旅館に戻ったら温泉にも入るんだから心配いらないわ。そう？ええ、ほら食べましょう。うん、いただきます。うん、おいしい。みんなで楽しみながら綺麗になっていきましょうね。あ、見て、あそこ射的があるよ。へえ、遊技場か。こんな場所があるんだね。あ、あのマスコットかわいい。ねえ、やってきてもいいかな。もちろんだよ。っていうか私もやりたい。じゃあみんなでやりましょう。コルクの玉を詰めてっと、あとは景品をよく狙って、てい。あー、惜しい。もう一回、そりゃ
のとは違うけど、このお菓子好きだからいいや。よかったね、ほのかちゃん。よーし、私も頑張るぞ。よーく狙って、えい。あ、外れた。よし、もう一発。えい。全然当たらないや。あゆむちゃん、私に任せて。的を狙っていくよ。えい。すごい、一発で当てちゃったわ。やるね、よ。そんなに褒められると照れちゃうな。あゆむちゃん、はい、どうぞ。ありがとう、ようちゃん、大事にするね。ねえ、ようちゃん、ルビーあれ取りたい。どうやったらようちゃんみたいにうまく取れるの？じゃあルビーちゃんにはコツを教えるね。構えるときにしっかり脇を締めて、柄の部分をほっぺに当ててしっかり固定してみて。こう？うん、いい感じ。あとは引き金を引いてみて。ゆっくり慎重にだよ。はい、いくよ。へい。やった、当たった。すごいよルビーちゃん、大当たりだね。ようちゃんのおかげだよ、ありがとう。お腹いっぱい。ご飯美味しかったね。うん、お野菜をたくさん使ったお料理だったから、食べただけで健康になりそう。そうだね、お野菜いっぱいだからルビーもたくさん食べちゃった。それじゃあお腹もいっぱいになったことだし、そろそろ温泉に行きましょうか。待ってました、ここの温泉入るの楽しみにしてたんだ。確か美肌の湯で有名なんだよね。ええ、みんなで入ってお肌ツルツルになりましょう。はあ、広い。よし、ルビーもいっぱいお湯に浸かってツルツルお肌を目指そうっと。ルビーちゃん、どこにいるの？トリートメントやってあげるわ。カリーさん、今行くね。さあ、みんなでスキンケアをやっていきましょう。お風呂上がりは肌が急激に乾燥するから、手早くやっていくわよ。わあ、楽しみ。私はいいかな。こういうのあんまり得意じゃないし。何言ってるのよ、カナンちゃんの肌すっごく綺麗なんだから、やらないともったいないわね。少しだけでもやってみない？それなら少しだけやってみようかな。そうこなくっちゃ。じゃあまずはコットンに化粧水を含ませていきましょう。要はコットンの裏側までひたひたに濡れるくらいが目安ね。このくらいかな。裏側までってなると思ってたより結構量を使うな。含ませる量が少ないと顔に塗っている時に摩擦が起こって逆に肌への刺激になっちゃうのよ。なるほど、それでたっぷりの化粧水を使うんですね。ええ、それじゃあ顔の内側から外側に沿って優しく滑らせるみたいにコットンを使って塗ってみて。コットンを内側から外側へ優しく滑らせて、いい感じよ、歩む。肌全体が内側からひんやりしてこない？
内側からひんより。はあ、なんかいつもより肌がしっとりしてきたかも。その感覚がしっかり潤ったって証拠なの。さあ、あとはクリームや乳液を塗って保湿したら完了よ。ああ、お肌がもちもちする。うん、いつもと全然違う。スキンケアってすごいんだね。今まではあんまり興味なかったけど、これからはスキンケアも頑張ろうかな。ありがとう、かりんさん。これで前よりお肌が綺麗になりそう。お姉さん、可愛くなりたいって思う子のお手伝いはできるだけしたいもの。さあ、ビューティー講座はまだまだここからよ。それじゃあ、スキンケアの後はヘアケアよ。まず髪を乾かす前に濡れたまま髪を溶かしちゃダメ。え、そうなの？ええ、濡れた状態で髪を溶かすと髪表面のキューティクルが剥がれちゃうの。だから髪を溶かす前には絶対にタオルドライしてね。でも、ゴシゴシこすっちゃダメよ。なるほど、気をつけます。タオルドライした後髪を溶かしたら、ドライヤーの前にヘアオイルをつけるといいわ。こうやって手に取って髪になじませていくの。みんなもやってみてちょうだい。はあ、すっごくいい香りがする。こういうのつけるとテンション上がるよね。ええ、だから好きな香りや髪質に合ったヘアオイルを使ってみるといいわよ。それじゃあ、お互いの髪を乾かし合いっこしていきましょう。わあ、カナンちゃんの髪サラサラだ。いいなあ、私も髪の毛伸ばしてみようかな。ヨウなら長いのも絶対似合うよ。本当？嬉しいな。ほのかちゃんの髪ってツヤツヤしてて綺麗だね。羨ましいな。それを言うなら、あゆむちゃんの髪だっていつもサラサラで綺麗だよ。いい香りがするし。ねえ、普段はどんなシャンプー使ってるの？じゃあ乾かし終わったら教えるね。人に乾かしてもらうのって気持ちいいわよね。それにしてもルビーちゃんの髪の毛って柔らかくて触り心地がとってもいいわ。カリンさんにそう言ってもらえるとすっごく嬉しいな。髪を乾かしてもらうのも気持ちいいし、できることならずっとこうしてたいくらいだよ。でもドライヤーをずっと当て続けるのは良くないから、そろそろ終わりにするわね。最後に冷風で仕上げてと。あ、ツヤツヤサラサラだ。ありがとう、かりんさん。どういたしまして。私もルビーちゃんの髪を乾かすの楽しかったわ。じゃあ、ビューティー旅行企画最後の仕上げよ。よく眠れるようにストレッチをして体をほぐしましょう。まずは布団の上で仰向けになって、万歳をするみたいに両手を上に伸ばしてちょうだい。おう？ええ、それじゃあ布団の上で背伸びをするみたいにゆっくりと両手両足を伸ばしてみて。よし、うん、いい感じよ。それじゃあ伸ばしきったところで30秒キープして。はい、終わり。はあ、体を伸ばしてるだけなのに
なんかすっごく気持ちよかった。ふう、気持ちよすぎてこのまま眠っちゃいそうだったよ。眠たくなったら無理せず眠っていいからね。じゃあ次は仰向けのまま鼻からゆっくりと息を吸いつつ、足首を手前に起こしてちょうだい。こうかなと。わあ、ふくらはぎのあたりが痛気持ちいい。次は口からゆっくり息を吐きながら両足首を元の位置に戻してちょうだい。これを1分間で5回から6回繰り返すわよ。はあ、おお、なんか体がポカポカしてきた。わかる、じんわり体が温かくなってるよね。それにリラックスしてるっていうのかな、布団に沈んでいってるような感じがするよ。うん、目を閉じたらこのまま眠っちゃいそうね、ルビーちゃん。いつの間にか眠っちゃったみたいだね。たくさん遊んだし、いろいろやったから疲れちゃったのかもね。気持ちよさそうな顔してる。かわいいな。今日はこのままぐっすり寝かせてあげましょう。そうですね、お布団をかけてっと。スクールアイドルビューティー旅行、成功してよかったわ。ビューティーのために一番大切なのは、たくさん遊んで美味しいものを食べてよく眠ることだから。